ワンの花は愛犬の無添加オーガニックドッグフード専門店です。最近は人間でも多くの食材を食べる方が良いというふうに言われています。僕たちは愛犬も同様だと思っています。したがってドッグフードにいろいろな素材のトッピングをすることをお勧めしています。この後ボーノがトッピングされたドッグフードを食べますので、どうぞご覧ください。先ほど、愛犬ボーノが食べたドッグフードは、ナチュラルナースという無添加ドッグフードです。それに、ボーノサルテ、無薬鶏レバーソーセージというものをトッピングしています。これは鉄分やミネラルが豊富だからです。またボーノサルテベジミライドベジミックスドライを、乗せました。これは野菜を補給するため。最後にボーノサルテ海と大地のスープをかけています。これは、水分の補給と、あとスープから栄養を補給します。